超高速線だ。目を回すんじゃないぞ。だいぶまずいっすよここ。いっとほー、なんてだよ。見てたよルーキー、なかなかやるじゃん。ちょっと時間かかったけどね。これだから面白いんだ、人間ってやつは。てなわけで画面の前のご友人の皆さん、こんにちは、こんばんは、りょうと申します。さあ今回もアーマードカー6で過去作を人気期待再現シリーズやっていきましょう。今回やっていくのはアーマードカー5に登場した主任の期待、ハングルマンですね。今は亡き藤原啓治さんが声を担当されていた5の、まあ、メインの悪役というかラスボスになるキャラクターやったんですけど、そんな主任が乗ってる機体ハングルマンを作ってみたんですけど、5の AC っていうのは横に全体的にでかくてだいぶずっしりしてるんで結構再現が難しい。これが限界ってことで許してちょ。右腕にはおなじみ唐沢で、左手が確かバトルライフルやったんやけど、ハリスじゃない方のディニアライフルつけております。左肩についてるこの実弾オービットは飾りでつけてる感じやから、まあ基本的に使わない方向でいきましょう。ほんで右肩についてんのが主任砲って言われてる、当たったらまあワンパンでやられるみたいなめちゃくちゃ強い武器やったんですけど、まあそれを再現します。まあ一応ね、主任砲の火力がわかる VTR 用意しますんで、 VTR ご覧ください。主任、貴様何をする気だ。いやいや、ちょっとお手伝いよね。なんじゃこれ。お、すげえ、顔がもう一個出てきた。レールガン、あー警備隊長、いいじゃん、盛り上がってきたね。ちょっとまずくないですかここ。まずいっすよね、これだいぶまずいっすよここ。いっとほー、超高速線だ、目を回すんじゃないぞ。もうどないせいよねお前これ。ちょっと待って、メインブースターがいかれた。なんでだよー。まあ、てな感じっすね。確か第二形態になった時ってでっかいコンクリートの柱持ってたよな。まあさすがにあれに似てる武器はないから再現できんねんけど、ゴリゴリの物理でどつくみたいな近接武器欲しいっすよね。ほなまあとりあえずやっていきましょうか。借り物の翼でどこまで飛べるか。見てたよルーキー、なかなかやるじゃん。ちょっと時間かかったけどね。まあやるんなら本気でやろうか、そっちの方が楽しいだろ。いやいや、ちょっとお手伝いをねっていう感じで、まあ主任本ぶっ放しすぎですね。あ、オービット使っちゃってんじゃん。オービットは使わねえんだって。だからほんで唐沢の弾数がね、なんとすげえ増えたんですよね。まあさすがにいつか弾増えるやろうと思ってたけどね。なかなかやるじゃん。これだから面白いんだ、人間ってやつ。やばい、ターミナルアーマーがあるからその程度じゃやられないんだけどね。いやいや、ちょっとお手伝いをね。殺してやるよ。え、ガンダムさんよ。アリアルシャーセスが出てしまいました、申し訳ございません。だけどサーシスって絶対アーマードカー向きやんな。声優さんつながりでちょっと似せてるところあんのかな。アーマードカー5の方が後やったよな。おら、これでとどめだ。今ので絶対終わると思ったけど、さすがにちょっと辛さは弱くねそれ。まぁ、あ、ちょっと時間かかっちゃったけどね。俺たちには味方なんていない、味方もそして敵もね、愛してるんだ君たちよ。辛さはあれやね、弾数が多くなったことでバカスカ撃てるようになったのがいいわ。 C ランクスか、さすがに。ま、ちょうどいい腕かな、ゴミ虫の相手にはさ。左肩って確か原作やったらマルチミサイルかなんかついてるんやったっけ。存分に狩り殺したまえよ。キャロリン聞こえる？あ、キャロリンじゃなくてエアタンか。まあどっちでもいいけど、ハハハ。ってなわけで、とりあえず一応ミサイルをつけてはきたんやけど、このミサイル3連装追の方つけれなかったんですよね、重すぎて。やから2連装追になっちゃってるんやけど、まあないよりマシやろ。いやいや、ちょっとお手伝いよね。いやいや、ちょっとお手伝いよね。ほんでからのミサイル持っといて。まあでもこれぐらい軽く出るんやったらやれんな。今までの経験則からしてこれはやれる硬さだよエアリン。仲間外れは良くないな。俺も入れてくれないと。戦いこそが人間の可能性なのかもしれん。まあターミナルアーマーあるし、最後の1個はターミナルアーマー発動した後に使う感じでいきましょうか。ほらほらほら、どうしたどうした。おりえ、存分に狩り殺したまえよ。なんとかパルスアーマー割らしてもらった。これだから面白いんだコーラルってやつは。これはもうスッスッスとか回避しといて、ここに。いやいや、ちょっとお手伝いをね。いったー。ところがギッチョン、やるもんじゃないね、柄じゃないことは。モリモリにチャージさせてもらうぞエアちゃん。
そっというわけで、いやいやちょっとお手伝いよね。実はねバーリクトネーも買ったんですよね。だからいよいよプレイできるぜ。中古でもなかなかの値段しとってさ、なかなか買えなかったんだけど、お手頃なやつを見つけたんでね、買わせていただきましたよ。下手なった、俺シンプルに俺が下手なってる可能性ある。俺は主任キック、やるんなら本気でやろうか。そっちの方が楽しいだろ。え、めっちゃ入るじゃん。強制放電か、いいね。スネイルのパーツは結構防御力高いから、まあ、かなりダメージ軽減できるかなと思ったけど結構食らっちゃうね。だがこれで終わりだ。辛さはこんだけバカスカ打っても弾切れせんってことは、これなかなか使えるようになったね。弾数のなさが一番ネックやったから。今度バーディクトで実況やるんですけど、 DLC で北のコンピューターの声をさ、あの主任に変えることできるらしいんですよね。それも買おうと思ってるんでね、お楽しみに。あと BGM を変えるパックっていうのもあって、それ使ったらあのブルーマグノリア戦の BGM をね、デイアフターデイに変えれるんやってよ。証明してみせよう。お前にならそれができるはずだ。おら主任キック、何攻略で使うんやったらアサルトアーマー一択やろ。ターミナルアーマーなんか使えんぞ。いやいやちょっとお手伝いをね、これ押し切れんちゃうワンチャン。いや今の決めれたね、キャロリン。この動画撮る前にゴジラ見てきたんだよ。ゴジラなかなか面白かったよ。動画見てるみんなも見ておいでよ。これだから面白いんだゴジラってやつは。やばい、いややばくもないね。最後の1個はターミナルアーマー後に置いておこう。いやいやちょっとお手伝いよね。でからのこれでとどめだろ。さすがに最後の最後で弾がねえんだよ。アウトクリー、さすがにちょっと尺足りないんじゃないのキャロリン。ほなまあ最後までいってまうか。ラスボス全部やらせてもらいましょう。まあラスボス全部やれたら強いってことやから、結局そういうことなんよ。いやでも弾数増えたの嬉しいな。辛さはガチで今まで全く使えんかったからな、弾数のせいで。弾数が全部悪かった。まあ、オールマインドが夜なべして頑張ってくれました。いってーなんて言うと思ったかい。その程度想定の範囲内さ。バーディクトでね、実は自分でやるの初めてやけど、あの他の人の配信でね最後の方だけ見たよな。まあ序盤の方は知らんけど、最後の2ミッションだけね内容知ってるよ。なんかそこだけ完全初見ではないんやけど、まあでも自分でプレイするの楽しみやね。実に楽しみです。ご友人俺の中にも大勢いるぜ。いやいやちょっとお手伝いよね。けどまあペースはいい感じかな。まあやっぱなんだかんだ言ってスタンニードルランチャーが強いからね。スタンニードルランチャーと、この何やったっけ、辛沢か。辛沢バカスカ打つだけでも結構使えるようになったから、まあこれはいい挑戦だね。ほらいやいやちょっとお手伝いよね。イグアス怒られてるで。イグアス今かなり圧感じたよな。今のイグアスにこいつはもう AI になっちゃったからね。主任も AI やからね、おそらく。おそらくってかもう絶対 AI っしょ。ヒュージキャノン欲しいな。ヒュージキャノンみたいなやつが。ロマン砲がないからな、6には。ロマン砲というロマン砲が。まあ、強いて言うならスタンニードルランチャーがその枠なんやろうけど、さすがにちょいと物足りないよね。誰がクソだって。おい、言葉には気をつけろよ。いやいや、ちょっとお手伝いよね。これだから面白いんだ、人間ってやつは。まさかのここで S ランク。ラスボス3体やれるってことは強いってことなんで、主任は強かった。ってなわけで、お疲れ、キャロリー。